さんの方のレギュラーになりたい、ということなんですけど、全く関係ないですよね。そうです。自分で書いたんですか、このプロフィールは。でも持ってるとシューって富徳ですよね。富てるっていうこともありますよ。中華どっちなんですかね。どっちなんですか、お兄ちゃんか、どっちなんですか、できないんですか。怖いな。自分でやった構想の説明ができないんですか。責任取れないからですね。もうプロフィールではね、もうだいぶ、まあ、ないなっていうところあるんで、やっぱり実力見せてもらわないとっていうところありますよね。ちょっと今のところもうね、家庭はなしに近い。今のところはなしなところが絶対に問題起こすでしょ、あなた。いやー、お金納豆ご存知ですか。はい、知ってますよ。存じてますよ。キャラクターですよ、パッケージの。キャラクターですか。キャラクターじゃん、キャラクター今宵も3人の虎に志願者が噛みつく。志願者の方はどうぞ。いや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 、怖いなー、怖いなー。あ、本日もよろしくお願いします。稲川武雄と申しますので、はい、よろしくお願いします。じゃあ軽い自己紹介を。自己紹介、私ですね、高校生の時にアルバイトでロイヤルホストで勤めておりまして、そこから料理の仕事をずっとやっておりまして、まあその後定山渓の温泉地やら、病院食、まあ様々なジャンルのですね料理の仕事を経験してですね、すすきので春山酒場豆男というお店を、経営してたんですが、いや、まあ、4年ちょいちょい、5年弱ぐらいで、終了してしまいまして、その後友人に誘われてですね、メンパっていうんですかね、ダーツバーみたいなところで、そこでも料理の仕事をさせていただいてました、でまあその後その後どうなる、別な、あ、今ちょっと霊が降りてきたんで、あ、霊がね、大丈夫です。そうしようがない。です、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 どうしたの。あ、大丈夫です、大丈夫です。ちょっと癖が出ちゃいます。癖が出ちゃいます。あ、まあ、そうしようがないです。霊ですか。今回は違いますね。今回は違います。違う、はい、あ、失礼しました、失礼しました。続けてください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 。ご自身からね、まだ九州なのでね。九州料理のね、お店で働いたりですね、ご縁のあったまま、スナックの、そこでも料理の仕事をさせていただいてたんですけども、まあ、コロナ禍により、コロナ禍により終了しまして、まあ、現在に至っておりまして、今回ですね、私、ドルドル TV さんの正式メンバーになりたいということで志願しにやってまいりました。よろしくお願いします。あ、座っていいですか。挨拶ない。あ、そうですね、すいません。短めで。あ、短め、よろしいですか。あ、大丈夫でした。まだ長かった。いやですね。長い。まとめでもよかったですね。すみません。笑いどころもちょっと分かりにくかった。そうっす。ちょっと、まあ、どっちかってだから、ね。まあ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 。じゃあ、すみません。始めさせていただきます。はい。じゃあ、レギュラーをつかめ。じゃあ、レギュラー。レギュラーの、ぜひね、レギュラーにならせていただきたいと。はい。はい。思っておりまして。今回志願しに参りました。どうか、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あなたこの定山渓は何でここ勤めたんですか。これは高校の求人ですね。はい、はい、求人でこう受かって。そうです、そうです。でこのその場でこう初体験をしたっていう。ですね、まあ、定山渓に行ってからですね、はい、当時中何歳18歳ぐらいですね。18歳ですね。はい。どこですか。定山渓です。いや、もうちょっとこう特定していただく。定山渓の、はい、これだいぶ大事ですよ。いいんですよ。はい、これで採用するといいやろ。はい。もう言っちゃっても大丈夫です。どうです。
そこで厨房のね、そうですね、そこで、はい、厨房の、はい、まあちょっと仲良くなって、仲良さんとか、例えば一番嫌いだったんですけど、その人ね、オカメに似てます、その人、オカメに似てました、あ、福笑いでした、あ、はい、となんとこう、でも初体験その人っていうなってるんですけど、え、逆です、なんかあったんですか、いや、逆です、どういう次元、ベロベロ逆です。いいんですけど、まあ、はい、初体験の話とかも、はい、終わるくらいんじゃないかなと思うんですけど、はい、のドルドル TV さんの方のレギュラーになりたいということなんですけど、全く関係ないですよね。そうです。自分で書いたんですか、このプロフィールは。これは、はい、自己紹介的に。これでレギュラーになれると思ってます、はい、とりあえずこの厳しい時代に、きついですよね。すいません、お話しします。この、ちょっと私わかんないです、この、はい、居酒屋を経営して4年で終了の次ですね、はい、その後、メッパになり、勤めてこちらも終了ということ、目の病気になったのに働いたってことなんですかね。それは多分、メッパだと思うんですけども、なんかさっき言ってましたメッパになっ て、メッパになったのはもう物もらい、物もらいをもらったってことですかね、やっぱり。あ、物もらいになりながらも頑張って勤めたという、まあ、目薬でなんとか、いや違うんですよ、違うんですよ、これ、めっちゃ違うなら結構いいんだ、うん、私の勘違いでした、あ、失礼しました、失礼しました、あ、はい、ごめんなさい、はい、気になっちゃった、まあ、ごめんなさい、ちょっと気になる、はい、はい、はい、そこ、熱波ではないです、熱波ではないです、じゃあ、ここ温度はちょっと高いですね、そうですね、熱波の人はやっぱレギュラーメンバーにはちょっとね、ちょっと使いにくい、でも今は大丈夫なんで、はい、いや、でも、熱波ではない、メンパブ、メンパブってご存知ですか、メンパブって、ああ知ってますよ、ああ、はい、大丈夫、大丈夫、はい、全然大丈夫、ちょっと言い訳してたんで、うん、言い訳ばっかりだよ、ね、言い訳ばっかり、ちょっと、まあ、じゃあ、はい、ぜひこのページとかちょっとね、やっぱり自己紹介的にはした方がいいかなと思うので、資料の2ページ目ですね、はい、タマ様との出会いっていうのはこれ知り合いだった、あ、まあ、はい、ちょっと、まあ、まあ昔見たことあるんだ、ね、あ、はい、あ、ああ、あ、そうでしたか、続けて、あ、そうそう、ね、そちらにいらっしゃるタマ様とはもうね、ドルドル TV のもうリーダーさん、この出会いがですね、当時もう結構前ですね、20年ぐらい前ですね、20年言い過ぎか、うん、当時タマ様が働いてたセッションバーに、私友達の送別会をするのにご予約させていただいて、バンドセッションさせていただいたんですね。で、当時もう金髪ロン毛で、まあ今も金髪ですけれども、ね、金髪、金髪、今金髪ですか、私は金髪じゃないです、誰が金髪なんですか、あ、当然は玉様ですね、あ、これ金髪先生、はい、金髪先生は させていただきたいんですけども、まあ、当時働いてたバーでですね、まあ、金髪ロン毛のね、タマさん、タマさんと会ってですね、タマさん、タマさん、タマさん、タマ様と会ってですね、おばあちゃんの方から
そうそう、猫ちゃんです。猫ちゃん。猫ちゃん。梅ちゃん。梅ちゃん。たまさん。たまちゃん。たまちゃん。梅ちゃん。ごめんなさい、ちょいちょいやっぱりお話がですね、はい、ちょっとやっぱり長いと言いますか、そうです、ちょっと上がっちゃってまして、すいません。いやいや、それ大丈夫なんですけど、ちょっと割愛してですね、ちょっと予定をパッと言ってもらえて、割愛した方がいいですよ。はい、分かりました。でもね、当時はね、ちょっとね、はい、面白いおっさんっていう、そうですね、ブランディングができたんですよね、はい、週8で通ってましたからね。まあ、ちょっとそこからこう週8って言うと週って7日ですよね。はい、週8、はい、数字の計算ができてないそう。1日2回行っちゃったけっていう、あ、それはちょっとファンでございます。あ、昔のファンで。でも持ってると週って富徳ですよね。富てるっていうこともありますよ。中華どっちなんですかね。どっちなんですか、兄貴なんか、どっちなんですか。その週中華料理の話は今富徳出てこないです。でもあれなんですね、おもろいおっさんとして人気あったら数年でめんどくさいおっさんに、まあ、そうですね、数年は持ったんですね。数年は持ちましたね。なんかね、うん、なんか周りの人も優しいなと思ってね、そうですね、周りの方に恵まれまして、はい、さっき割愛してちょっと分かりやすく言ってくださいってちょっと私言ったんですけど、はい、ごめんなさい、もうちょっと面白く喋ってもらっていいですか。面白くですか。はい、割愛もしなくても大丈夫なんで、別に長くなってもいいんですけど、面白く言っていただければ結構です。はい、お願いします。こういう面白さでも大丈夫なんですよ。どういう面白さだ、それ踏まえて3ページ目ちょっと、それ踏まえて教えてください。3ページ目についてこれも、はい、3ページ目ちょっと気になりますね。そう、今までと違ってちょっと面白めにちょっとお願いします。そうですね、真面目じゃなくてちょっと同じ口調 の説明文が続いちゃってるんで、これから楽しいことやっていこうっていうメンバーに、はい、確かにそうですよね。面白い方でお願いします、ね、ちょっと持ってもいいんで、はい、ちょっと持ってもいいんで、嘘でもいいんで、ちょっと面白くちょっとお願いします。はい、ですね、ほとんどこれ言えないやつじゃねえか、これも。ですね、これはちょっと説明しできないよ、これ説明できないよ、これもうできないんですか。怖いな。自分がやった構想の説明ができないんですか。責任取れないタイプですかね。いや、無責任する人なんですか、あなたは。いや、そん…説明してください、これはですね、カビキラーって何なんですか。そう、カビキラーとは何なんですか。カビキラーはもう薬ですよ。でもカビキラーってカビを殺す薬。カビを殺しちゃいけない。連続殺人鬼ドンボンのなんかね、長崎マンみたいな。ジャックだよ。キラーって何ですか。もうね、それはね、もうコネクリママスの方です。コネクリママス。練り消しのような。それに近いものだと思う。ジャックナイフみたいな。切らない。切らない。片方のナイフみたいな。切らない。切らない。これは切らない。コネクリママス。コネクリマス。妄想できるの。生まれたての胎児のようなっていうね、これね。あ、そうです。赤ちゃんなの。胎児、お前赤ちゃんなの。これ赤ちゃんではないですが、使ったのに。でもそれはリクエストにお答えしてた。あ、そうです。これ、タケちゃんこれ使ってって、これ使ってこれ使ってって出てきて、あ、でも、もせんだ。からの胎児ってもうそれ、から生まれちゃったの。ある意味どういうことなんですか。やっぱちゃんと全裸ですもんね。全裸ですね。そうだね。こんなんでスタッフね、レギュラーのスタッフとして入れるかなっていうちょっと心配ありますね。まあちょっとね、こういうのが多いとちょっとね、一緒になんかね、同じベクトルでね、なんか同じ方向性で頑張ってる仲間としてはちょっとやっぱ信頼はちょっとできない。そうなのね。だから、まあやっぱ、まあ、今日は見せてもらう場なんで、全然その糾弾する場ではないんで、はい、だから竹雄さんが、何ができるのかっていうのを ね、まあ、どうだね、伝わってこないんですよ。何ができるか、そう、僕ならこういうことができますっていうあれが欲しいんですよ。さっきからね、僕の明日か嘘ばっかついてくる。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 
でしたっけ、金髪の陳建民が生んだ陳建民出てたかな、話もありましたよね、シュウさん、シュウさん、シュウさんの話だ、シュウさんの話だ、シュウさんの話だ、あんまり覚えてないですけど、この辺は。そうなんですよ、でも一番最初のね、高校のバイトでロイヤルホストの厨房王って、高校生なんか厨房なのか分かんない、全然分かんないですね、やっぱり話がもう全然まとまってなくて、インスタントフードにね、いけるんですよ、もうなんかもうプロフィールではね、もうだいぶ、まあ、ないなっていうところあるんで、やっぱり実力見せてもらわないとっていうところありますよね、うん、やっぱりね、そうですね、うん、ちょっと今のところもうね、家庭をなしに近い、今のところはなしなところが多いです、マイナス1000万点ぐらいは、そう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 、だってあの、ね、絶対に問題起こすでしょ、あなたいやー、まあ、やってる間にちょっと資料がちょっとね、まあまあ、まあ、私たちもあの心変わりもして多分入りたいって言ってると思うんで、まあ、竹さんなんか、はい、僕何ができるよっていうのをちょっとね、あのアピールしていくらいいかなんでしょうかね、一緒に待ってですね、そうですね、うん、あ、じゃあですね、ちょっとあ、お願いします、気を引き締めて、ね、聞きましょう、次回志願者のとんでもないプレゼンに虎たちが容赦なく吠える、果たして竹雄は無事レギュラーの座を獲得できるのであろうか。